はい、皆さんこんばんは。皆さん、ポケモン GO、 世界で大人気のポケモン GO が4月20日の朝から配信開始っていう感じだったんですけど、延期になりましたね。はい、すごく残念なお知らせです。はい、ですね、このポケモン GO なんですけど、人によってはですね、運転中にポケモン GO をやっててパトカーに突っ込んで逮捕される人とか、夢中になりすぎて崖から落っこちちゃう人とか結構いるみたいですよ。はい、皆さんやるときはちょっと気をつけてくださいね。で、あと任天堂の株価が2倍になったりとかね、結構すごい社会現象になってるみたいですね。ですね、このポケモン GO なんですけど、1日の課金総額がその他全てのモバイルゲームを抜いたと。もう本当すごいですよね、これ。本当に衝撃の内容です。はい、ちなみにですね、この課金ユーザーの、ちなみにこの課金ユーザーの主力なんですけど、だいたい25から34歳の人たちだそうです。はい、課金要素はというとですね、まあね、捕まえるためのモンスターボール、あと経験値が2倍になるやつだったりとか、アイテムを所持できるバッグっていうのがあるんですけど、その所持数アップだったりとか、あとモンスター自体の所持数アップだったりとかで、モンスターの出現率アップ、これなんかルアーかなんかってあるんですけど、その出現率、モンスターの出現率アップと、負荷のね、スピードアップだそうです。はい、日本もですね、そろそろ配信来ると思うんですけど、まあこの動画一応21日に配信する予定なんで、もしかしたら21日に来てるかもしれないですね。はい、まあガチャ大国の日本でですね、どのくらい売り上げを出してくるかが今からすごい楽しみです。はい、結構ね、ファン大勢いると思うんで、結構重課金する人とかもいるんじゃないかなと思ってます。はい、多分これからですね、日本も似たようなゲームがちょっと増えてきたりとか、学生が自転車でやりながら歩行者に突っ込むとか、なんかそういうのあるかもしれませんね。はい、皆さんちょっとやるときは本当注意してやりましょう。良くも悪くも、これからすごい楽しみなコンテンツですよね。はい、まあ皆さんもやるときは本当注意してやってください。はい、ではでは、今日はポケモン GO のお話でした。ではでは、最後までご視聴ありがとうございました。ここの登録ボタンよりぜひチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。では。